特集は SDGs。 観光地の熱海市では今特産品の代々で様々な商品開発を進めています。商品化の裏には SDGs へつなげたい思いがありました。丹那産の牛乳に数種類のフルーツをブレンド。これが何になりますか？はい、代々果汁です。主役は熱海特産の代々です。温泉街にマッチするレトロな瓶に注がれる熱海代々ネクター。先月下旬から熱海市を代表する文化施設紀雲閣で販売が始まりました。結構まろやかな感じがしてすごく美味しいです。オレンジの甘みとか香りがすごい爽やかで美味しいです。この容器自体もすごくレトロな感じがあって、この建物のシックな感じにすごく合ってると思います。熱海は先付け面積日本一と言われてるぐらい代々の産地なんですね。少しずつそういう商品が生まれて、たくさんの、ね、需要ができるような形になっていけばいいなと思ってます。先月誕生した熱海代々ネクター。商品化のきっかけは JR 熱海駅にありました。こちらが熱海の代々アロマを配合した除菌ハンドスプレーになります。で、少し手に取っていただくと代々のアロマが香りまして。去年12月から熱海の玄関口に設置された代々入りの除菌スプレー。このスプレーを作る過程で一つのもったいないに気づいたのです。アロマは皮から作るものですから、その残った果実ですとか果汁が使われていないというところが非常にもったいないな。それが、商品開発に至ったという形になります。で、これが今破棄される代々ですね。これなんか見てわかると思うんですけど、汚いじゃないですか。汚いとどうしてもこれお飾りに使えないんですよ。代々続くの意味が込められ縁起物として正月の飾り付けに欠かせませんが、活用方法が限られているのが現状です。ここももう、ここも代々畑だったんですよ。代々続くはずの代々畑、生産者の高齢化などにより生産が半減しています。 JA 富士伊豆によりますと、ピーク時の20年前には生産量は200トンでしたが、ここ数年は100トン前後と減少が続きます。岡野屋さんは代々の栽培を始めて6年目。廃棄する果実を果汁に加工して紀雲閣のネクター作りに協力しています。ものすごくありがたい話ですよね。やっぱり使っていただくところがないと、破棄っていうのが多くなってしまうので、僕も熱海で生まれ育っているので、熱海の宝っていうものをやっぱり未来に残して、未来に起こすために何ができるのかっていうのを今考えながら事業を進めているような状態です。はい、とても有意義な活動なので、代々続く代々の魅力が大々的に広がってほしいなと感じました。そうですね、そして農家の岡野屋さんは今後について、女性も気軽に参加できるようにして生産者を増やしていくことがポイントになると話していました。